はいどうも、文字の囲まれているところを塗りつぶしちゃう系バーチャル YouTuber の朝日と申します。早速なんですけども、前にね、まあある方から一つね言われたことがあって、お前バーチャル捨ててねって言われちゃったんだけど、確かにと思っちゃってね。一応さ、俺も、まあ、バーチャルな世界で生きてるわけよね。そのバーチャルっていう素晴らしいものがあるのに、それを捨てちゃったらもったいないよねってちょっと俺も考えちゃって、ってことで、まあ今後からはそのバーチャルっていうのを大事にしていこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。それと、もう一個みんなに伝えたいことがあって、それがなんと私朝日動くことができました。やったー、やっぱぱーい。ってなわけで、ようやくね動かすことができまして、まあそれもね、本当にある方に、しかもその視聴者さんに手伝っていただいて、まあ優しさありがたい。ちょっと目、お前どこ見てんだ、目、お前どこ見てんだ、まっすぐ見ろ、まっすぐ見ろ、まっすぐ見ろね、手伝っていただいて、いや本当にありがとうございます。てなわけでね、もう本当の体を手に入れたってことで、もう第4回目ですけど、本当のバーチャル YouTuber 朝日としての第1話はここからなの で、今後ともよろしくお願いいたしますね。1話で言った男性バーチャル YouTuber で1位を取るっていうね、それを目指して頑張ってね、1位目指していくのでよろしくお願いします。はい、1位取るってことでね、はいはい、PUBG やりまーす。ね、俺よく考えたら、PUBG 持ってなかったんで、まあ、荒野行動にやりまーす。でもほぼね、PUBG と一緒だから、ね、あ、ルールは、まあ、適当に説明したら、まあ、ね、街行って、武器拾って、最後まで生き残ったら勝ちって言うね。はい、もうすぐ降りよう。はい、ここ。はい、降りまーす。しゃー、はい、パラシュート。さあ、おー、三人いるねー。はい、武士。武士だったよ。はい。お、スカールじゃん、ラッキー。なに、ちょっと待って、落とすじゃん。落とすじゃん。どっからだ。めっちゃ打ち合ってるな。あ、おと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 。いや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 はい。はい。今のレース。あっ。ぶれ、死にかけた。アイスカーゲットー。あー、いた、いた。いた。いた。はい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 。しゃ。あー、いたね。いたね。いた、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 いた。あー、建物の中入ってったね。いる？あー、おった。屋上だ。屋上おるやん。てか、出てるし。先っちょ出てるし。たま当たんだよね。たまにこれ当たるんだよね。当たんねえ。ダメか。やべえ、場所バレだな。一回下行くか。ちょっと移動しよう。え、なんかめっちゃ手榴弾投げられてる。めっちゃくちゃ手榴弾投げられてるよ。やべえ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 。そうだな。降りた。よし。行くぞー、突撃ー。あいつはね、多分ね、さっきいた家にずっとね、ちょっと注意取られてるから、今のうちに裏取っとこう。しー。どうもー。おい、おったー、はい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 。あ、飛んでー、あれ、しゃ、モーティキュー。ね、なんかいいの持ってませんかー。あ、4倍スコープ、いいねー。いいね、いいね。あー、まあ、そんなもんかな。しゃー。ライドオン、事故ちゃった。はい、武士取っときまーす。お、サイレンサーゲット、ラッキー。やべやべ、エリア来てた、エリア来てた。マジ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 、間に合い間に合い。
間に合え。さあ、行くか。やべ、この大バレの服を脱ぐか。どうする？おっ、なんて撃たれてね、撃たれてるよね。あ、待って待って待って、どこ、あー、わかんねー。やべ、立て、やべ、ジグザグに行きよう。全然ジグザグじゃないけど、手つきの裏、やべ、あっぶねー。いや、今ので殺されなかったってことは多分ね、結構な距離にいたんだね。だから多分大丈夫だろう。もうすぐでね、エリアも縮まるし、多分もう相手も移動する時間かな。あぶねえ。とりあえず、体格に下がっていくか。こえー。どこだ？わかんねえか。下がるか。さあ、ここで、録画のシステムの問題か、機材の問題なのかがわからないですけども、全く音声が取れていなかった。ということで、こっからは、スタイルを変えて、私がこの動画に直接実況するという、これが本当の実況動画というものをお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。さあ、ゲームは終盤戦、残り13人となったところで、ここで一歩ずつ、ゆっくり進まなければ敵にバレてしまい、そこを撃たれて終わりという、大変過酷なゲームの中にあって、神々だが大丈夫なのか？この実況、神々だが大丈夫なのか？さあ、ゆっくり進んでいくエリアの縮小が始まっている。ここで身の守るものが全くないゾーンに突入してしまった。ここは早く移動したいところ。さあ、この崖を登っていくが、おっと、音声ではわからないが、敵に撃たれているぞ。大丈夫なのか？敵に撃たれている。さあ、ちょうどいいくぼみを見つけた。そこに逃げ込むしかない。間に合うか？敵に撃たれる前に間に合うか？間に合った。さあ、敵には撃たれていない。大丈夫だ。大丈夫のようだ。このくぼみは安全のようだ。さあ、ゆっくり進んでいきます。ここでですね、敵を見つけた場合、撃ってしまうのもいいんですけども、まあ、撃ってしまった場合、自分の場所がバレてしまうため大変危険なんですね。ですので、ここからの戦法は、あまり撃たずにちょっとずつ、残り人数が少なくなってきたところを仕留めるという戦法に、おっと、大丈夫か？エリアの縮小が始まっているぞ。さあ、大丈夫か？来てるぞ！ダメージがでかいぞ！ここからはダメージがでかい！この時間帯からはダメージがでかいか大丈夫だか？ぐんぐん減っていく！ぐんぐん HP が減っていく！さあ、大丈夫か？縮小が止まった！さあ、安全地帯にギリギリ入り込んで、逃げることができた。さあ、神々だが、さあ、回復をする。さあ、回復をしていきましょう。そうですね。で、ここで注目していきたい。残り人数が2人。ということはですね、あと1人倒すことができれば、優勝1位、つまり、ドンカツです。さあ、大丈夫なのか？さあ、ここで1位を取らなければ、男性バーチャル YouTuber 界で1位を取ることなんて、また夢。さあ、敵を見つけた！撃つ！あいつを倒せば優勝だ！撃つ！だが、全然当たらない！どんなエイムをしているんだ！スコープを見ても当たらないなんて、どんなエイムをしているんだ！さあ、敵はまだこちらに気づいていない様子。さあ、いるか？敵の位置を見つけた。あの木の裏に隠れている。こちらは敵の位置を分かっていますが、多分おそらく相手は敵、自分の位置が分かっていない。さあ、スコープを見るが木が邪魔で見えない。何をしているんだ？おっと、進む。身を守るものをすべて取っ払って、もう敵を倒すことだけに集中している。さあ、敵が出ているぞ。チャンスだ。当たるか？当たらない。どんなエイムをしているんだ、お前は。どんなエイムをしているんだ。さあ、こんな何者もなったことがないところで、撃ってて大丈夫なのか？さあ、リロードする。敵が出てきたら終わりだ。大丈夫か？音出てる！撃つ！当たる！当たった！勝った！優勝だー！